こんにちは、ミュージアムの方ですね。続きをやっていきましょう。ここはどこでした？ここは右です。入っちゃった。ワーニング。まこっちやっていきましょう。口尾さんは今日はお休みです。ケケザ万人ババイスの時の口尾さん右下にいるだけだから、あんまりあんまりなんですよね。まあ、いっか。ババイズユー&ウィーク。テレ。いろいろあんな。文字が多いな、なんか。フラグイズウィン。ボックスがテレになるとして、そしたら上に入れる。で、扉を開けるにはシャットだからオープン。ケケイズオープン。ケケを作らないといけない。ケケが上に行けば良い。ウィークがあるからそこでハズが作れる。なんかそれぞれのパーツはどこかで見たことがあるようなギミックたちではあるが、果たして主語が複数あるものはないですね。ボックス、ババ、キー、ケケ、それぞれ一つずつかな。だからあんまりあれだね、なんか物を増やすことはアンドがあるな。ババイズケケ&キーみたいな増やし方ができちゃうね、これ。まずなんか数を増やさないことには何もできないような気もする。ボックスイズキー&ケケの。キーズの前にどかしてみるか。扉を開けないといけないので、ケケでオープンだからケケで上をプッシュすればよい。ケケイズプッシュ、プッシュイズケケ。ここでケケを壊すのももったいないので、ケケはずボックスなどにしてみて、ケケはず A&B っていう風にした方がさらにいろいろ物を増やすこともできるな。ケケはずボックス&キーなんてのはどうですか。で、鍵を使えばテレでできて、で、キーがプッシュできれば上も開くことができるね。キーズテレ、縦と横に作ればいいから、ケケイズプッシュとキーズテレ、なんかどうにでもなるステージでしたね。こういうのを制限するためには、まあ、ババイズババみたいな命令を入れておくのが必要ではある。危険な定員。ふん、ババイズメルト、エッジズホット&ヘッジ、ロックイズプッシュ、ゴーストイズホット、ラブイズウィン、ラブに行きたい。ババイズユー。ゴーストを超えないといけないけど、ババはメルトである。ババで行くには真の層ではあるね。うん。ロックイズプッシュ。ヘッジイズプッシュ。押せるけど。エッジズプッシュをなくせば、
エッジはもうただのお邪魔ルートになる。ババイズイを変えて、ロックイズプッシュでロックを押し切ってババイズユーをロックイズユーに変えることが可能だったら強い。もしかロックイズババにしてしまって二人がかりでこのホットを外してしまうという方法も可能だね。そうするとヘッジの部分はだいぶ息が楽になるから、もう少し先の展開が面白くなる可能性がある。もうちょっとヘッジを押してみる？なんかもうちょっとこう、もうちょっとこうやりやすいものがいいな。いいんじゃないですか。多少はマシになったんじゃないかな。で、ロックイズババができる。二人がかりになって、こんなにお互い近いとダメだな。もっと離れてないといけない。やるんだったらね。うん、これでヘッジは何でもなくなった。あとホットも使えるようになっちゃった。さて、しかし、ババになっちゃったんだよな。これ本当はロックイズユーにした方が良かった気がする。ババはメルトがあるけど、ロックはメルトないから、ロックにして中に入るが多分正しかったな。だから、ロックイズユーで終わりなんじゃないの、実は。実はこれで終わっていた。うん、終わってたね。上のところでクイズ音やってしまった。すごくよく鍵のかかった廊下。これちょっと現代が気になるな。The very locked hallway。 ホールウェイ、すごく鍵のかかったホールウェイ。ほぼ直訳でした。すごくよく鍵のかかった、よく鍵のかかったっていう言い方がちょっとキモいんだね。よく鍵のかかった、たくさん鍵のかかったベリー、うん、モアを中心としたレベルの中では初めて本ゲームに入れるぐらいよくできたと思ったのは多分このレベルです。モアを使う、うーん、結局明確な目標がなくてやめましたが、モアプッシュ、ドアイズシャット、キーズオープン、ドアイズキーズ、ドアイズストップ、うん、キーがオープンなのでシャットドアでしょ。だからキーをドアにぶち当てるしかないんですよと。でキーイズモアなんですけど、それをするとドアイズモアも発生するので、あーなるほど、面白そうだね。どうなっちゃうんだ。ドアイズプッシュ、キーイズプッシュ、キーイズプッシュができないといけない理由はあるんだろうか。ドア軍 VS キー軍、これ多分モアを直接入れるとあんまり良くなくて、どちらかというとこういうことはできるけど、その場合はキーも外れてしまうのですよね。プレイヤーがハートになっちゃった。ラブイズユー。
で、こうなるんで、こうなるっす。プッシュ。プッシュにして、プッシュを外してから、ドアイズモアにしかならない。なんだこのステージ。モアの使いどころがわかんない。あ、いや、違うか。この後に、キーイズモアをこっからこうやって当てることができるのか。なんで？キーイズオープン、ドアイズ。なんで？キーにプッシュ属性がついてないから、ドアに当たっても押し切れないのか、これ。ドアが押せるメリットが分かんない。ドア押せなくするんだけど、キーイズモア押してから、このドアが押せる状態が別にいらないんですよ。キーイズモアをこっちでやって、キー&ドアイズプッシュを上でやるか。この状態でキーズマをやると、ドアイズプッシュの方は外したい。プッシュとマが逆？プッシュはこっちで、モアが上だと、キーは押せて、なんだこれ。これ必要な数だけキー作れればいいんだよね。お互いに必要な数だけ作って、まだピンときてないね。キーがドアよりも強くないといけない。キーをプッシュするっていうのは、ドアは増えないけど、キーだけモアで、で、キーはプッシュ。いける。面白、こんな会話になるんだ。作ってるものはシンプルなんだけど、なかなか発想できない。切ろ、グラスイズグラス、ドアイズストップ、ドアイズシャット、オープンなのはキーイズオープン&プッシュモア、キーはモアにね、キーもできるな。オールイズストップ、まあ、ドアを開けるしかなさそうだけどな。そしてオン、グラス、モアにしたものは止められない。何々オン、何々イズモアっていうやり方ができるか。何かに乗っかっている時だけ
増殖するものを作ることが可能。鍵は3つあればいいので、この鍵が1回だけ回してくれればそれだけでいいんだよね。鍵をグラスの上に置いて、キーオングラスイズモアにすれば1回だけ増えるんじゃないかなって思ってますけど、どうでしょうか。あとはなんかうまい感じに、プッシュはないのでなんかうまい感じにやりたい。鍵はこっちに持ってくる。で、キーとオンとグラスのテキストは右へ持っていく。なんかめんどくさくない？それ。水がね、この水を使いましょう。クリアだと思うけどな、これで。ドアイズシャットができればいい。やってくれたな。グラスイズモアか。ああ、グラスイズモアは影響ないからいいよ。これでグラスがディフィートだったら、もう一つ考えないといけなかったね。まあ、すごい簡単なステージでしたね。OK。行員。ウィンはどこ？ウィンはなんであんなとこにあるんだよ。ヘッジズストッパーのシャット。オープンにするのはフラグ。フラグでヘッジを開けることができる。じゃあフラグをメイクしてほしいよね。ケケはムーブ。ケケオン。ケケがベルトに乗っかったら、フラグを生成する。そしてハンドイズシフト。この手からどんどんフラグが漏れてくるので、そのフラグをプッシュでこっちに運んで、それをここで上に持っていけばいいんだけど、フラグが溜まっちゃうと処理が大変かな。オンがもう一個あるな。オンババイズプッシュはあんまり意味ないから、オンフラグ、看板があった。他ではイメージを頭の中でかっこよく描いても、実際に作ってみるとパッとしない結果になるの素晴らしい例です。ここの工場生産ラインはおそらくパズルよりもオートマトに適していたのかもしれません。まあ、ババイズユーそういうステージあるもんね、結構。ケケオンベルトイズメイクフラグ。だけどちょっとまだ早い。ちょっと待てよ。で、フラグ。フラグ、ババオン、ババオンはできないか。フラグがシフト、フラグオン、特定
定のフラグだけをこう押せるようにしたいっていう気持ちだと思うんだよね。もしくはフラグオン何々 is you っていう形にして、わからん、とりあえずやるか、一回ここでやってみるか、一回これでやると、こあれベルトがシフトじゃん、ベルトオン何々 is シフト、こうなって、何それ、なんで、あーそっか、ベルトはシフトだからか。じゃあベルトオンフラグイズシフトだね。これでフラグが乗っかっているベルトだけが動き出すので、フラグとケケが重なるかどうかは、重なるんじゃないか、これ。これで、あ、流れない。あ、そう。これで、しかし、フラグイズプッシュも入れないといけない。まあ、できるけど。これでじゃあ、1、2、3、4、5、ん ?1、2、3、4、5、6、7、8、9本?フラグを9本貯めることができればクリアだったってこと?フラグはプッシュはできないといけない。シフトはもういらない。これでこれ持っていけるので、あとは一箇所に貯めてもよかったんだ。そうだよね、シャットはその関係でしたね。なんかどっかのパートで言ったけど、いやー忘れちゃうね。でウィン、まあ、フラグイズウィンでいいのかな。OK。 液体による分離、ジャム1のレベルです、ババイズユー、ケケイズプッシュ、スターイズシンク、ウィンに行くためにはシンクするものを超えないといけない。ラファイズホット、ババイズ、メルト、ケケがいて、ケケにアクセスできない。イズユー、最初にやれることが何もないです。この精子助けてくれ。ウォールイズユー、ケケ、ウォールは溶けない、シンクか、ケケイズウィンにしたいんでしょ。一箇所だけ開ける、あれ、ああそうだ、あここでさらに何をしないといけないんだ。ケケイズババ、ケケイズクラウド、ケケイズテキスト、ケケイズババ。ここでババに戻しちゃう理由がない、別に。左下にババがいるのはそうだよね。ことは何なんだ。
押し込めればいい。いや、押し込めるには辛い。ただ、ここの星一箇所だけ壊すことが可能であればそれで終わり。この子は落ちないんだ。すなわち、すなわち、ババアイズケケ。これダメじゃない？取れないもんね。ちょっと違うかも。ラバーイズケケ。これはできたね。面白いな。あの序盤のレベルにしてもいいぐらいには面白いんじゃない？ババイズユーらしさのあるステージだと思う。ここはあのいろんなテキストで、その1回きりの処理ではなくて複数回にわたって処理ができるとか、その通れないと思っていたものが通れるように変わるとか、なんかそういうのが醍醐味な感じがしますよね。ツリーオンテキスト、ファンガスイズブッシュ。うん、んでフラグイズウィン、アイスはメルト、ラバはシャット、ババはユー、グラスイズドア、グラスイズドア、入ったら出られなくなる。そしてこれとこれを抜けねばならぬが、アイス&ラバイズディフィート。ああ、だからアイスとラバはそれぞれ打ち消すような素材を先に持ってこんといかんべやと言ってるのか。どうやって、どうやって下に入れるんだ。シャットに対してオープンはツリーでしょ。ツリーを持っていかないといけないのね、このステージは。メルトに対してホット、ファンガス、ツリーとファンガスを一つずつ持っていくステージというか、二つ合わせて重ねて持っていってもいいよ。このパーツを持っていければよい。テキスト、テキストオンなんとかイズファンガスをすると、テキストが入ると頭がパンクする。テキストを持ってきても意味ないよね。でもね、テキストで、テキストだったものを下で復元するのか。2つのものをプッシュできないのでどうしましょうっていう話で、このテキストがツリーになればいいんですよね。テキストオンファンガスイズツリー。なるほどね。と、ただそれをですよ、ここに入ってからではできないんだよなっていうのが自分の中の今悩みね。ここでツリーがないといけない。あれ？違う。これ何溶けたんだ？あ、そっか。溶けるのは、ホットは勝つんだ。ファンガスは勝つんだか。ファンガスは残り続けてて、
ツリーは消える。ファンガスは残るけどツリーの方は消える。しかし、どちらにせよだよな、どちらにせよテキストを下に運べないのであればっていう話で、下側で入れ替えることができないじゃん。どっちもプッシュするには、あー違う、どっちもプッシュするにはテキスト自体を混ぜるやつか。ファンガスとツリーっていうテキストが一緒に桁になってればいいんだ。これを押したいです。テキストオンツリーイズファンガス。テキストオンツリーイズファンガスにして、イズとプッシュは欲しいから、逆、これでテキストオンツリー、あれ、イズがねえ。テキストオンツリーイズファンガス、違う、逆、テキストにする方だから、ツリーオンテキストイズ、違う、ツリーオンファンガスイズテキストですよ。ね、マジで嫌いなんですよねこれ。ツリーテキストにしないといけないんですよ。ここに違う、なんだ、ファンガスっていうテキストがある、ファンガスっていうテキストがあるところにツリーっていうテキストを上にかぶせればいいわけだから、ファンガスってなってるところにこうでいいのかな、ツリーイズテキスト、ツリーオンファン、あ、え、違うな、ここにツリーとファンガスが乗っかっているところに、テキストにすることって、これがダブルだから、で、再び重なったオブジェクトを作り、今度はそれをプッシュする、つまりこれをプッシュして送ることができる、こういうことかな。いやー、あのアイス&ラバーのステージあったじゃん、あそこね自力で解けなかったからね、私このテキスト重ねはねマジ苦手なんですよね。で、苦手だって言ったじゃん。下がちょっと広がってる。ここは広がってるね。嘘でしょ。グラスはディフィート。グラスイズドア。これは一体？違う。グラスイズディフィートの条件をまず消すのね。そうするとこうなる。で、となって、じゃあ何を持ってきますかで、さっきと同じようなものを持ってきたい。とするってと、テキストがないんだよな、今度は。テ
キストはないけど、テキストがないです。どうする？これは2つのものをバラバラに押し込むことができればいいのかな。でもどっちにせよプッシュを、これグラスイズプッシュを下で作るのがあるな。ファンガスイズプッシュとグラスイズプッシュの2つの文章を作れると嬉しい。当然そんなシンプルにはいかない。ファンガス、オンはここで置き去りになるじゃん。これもツリーとファンガスの文字を重ねるやつができないもんね。そういうステージじゃないもんね。さて何でしょうか。ツリーズプッシュ、ツリーズファンガス、グラスイズファンガス。グラスはなくなるからな。バラバラでもいいからな。2つが同時に押せるようにしてあげたい。ファンガスと木はバラバラになっていても良い。どっちも押せるようにしてあげられれば良い。プッシュは1つしかないし、イズも1つしかない。テキスト重ねの方法は取れそうになさそう。ここでドアイズに変え戻すこともできる。ドアイズプッシュができるのであれば別にこんな悩む必要はない。いや、悩むか。プッシュを再利用したければってことを考えた今。まあでも椅子は取れないので、プッシュだけは再利用したいから、こっちがうか。伊豆も一緒に持ってくるべきか。ここ自前で伊豆も持ってきてみるか。きついでしょ、ドア一番下に行くの。ありなのかこれは。いや、しんどい。どうしような。面白い形にはなってる。
ただ必要なものを押し込む、でもキノコそこに押し込めてたってことは、同じようにツリーも押し込めてるはずで、そこまではないよね。結局じゃんね。結局じゃんね。これをそっちに持っていくことにはならないもんな。プッシュをここに入れてるのがきついんですよ。めちゃめちゃきついんですよ。プッシュにオンの条件もできないからね。ドアイズプッシュ、ドアイズツリー。こっちの方がツリーが2つ重なっていてとてもいやらしい。いけそうかな。こっちでよかったんだ。ああ、面白い。面白い。倉庫版だったここは。OK。じゃあ今回はここまでにしましょうか。よし、お疲れ様でした。